種から多肉ミソップです。だんだん肌寒い季節になってきましたが、ハウスの中の多肉たちは成長期です。種から育てた小さな多肉たち、時間をかけてようやく大きくなっております。それぞれの特徴も見え始め、色とりどりです。まもなく皆さんにお届けできる交配苗の紹介をしていきたいと思います。イベントやネットでの販売を予定していますので、ご縁がありましたらよろしくお願いします。ちょっと親バカにもなりますが、可愛い苗たち紹介していきます。まずはじめにご紹介するのはこちら、エレイン。エケベリアではなくパキベリアです。ふくよかな膨らみが特徴的なパキフィズムにエケベリアを交配した交配種です。交配相手に豊かなふくよかさと可愛らしさなどを遺伝します。今回ご紹介するのは、交配相手がメキシコポルデンシス。なんといっても華やかなエッジの紅葉、そして緩やかな葉の揺れを遺伝してくれます。こちらの2つを交配したのがこちら、どうでしょう。エレインのふくよかなフォルムにメキシコポルデンシスのエッジがしっかりと伝わっています。小さな苗の時はあまりはっきりとは見えなかったんですが、大きくなるに従いその鮮やかなエッジがほのかに見え始めています。メキシコポルデンシスがふくよかになったというよりは、エレインがエッジを持った、そういう個体が多いです。個体差も様々で、小さな爪が確認できるものもあります。メキシコポルデンシス、エッジの中に綺麗な爪を隠し持っていたんですね。そちらがエレインに伝わり、ポチ爪が出ているものもあります。可愛らしい。若いうちは元気な灰色をしています。成長するに従い、メキシコポルデンシスの持つ葉のコントラストがはっきりと現れてきます。なんとも華やかです。続いてご紹介するのは、最も赤く染まるアガボイデス系のロメオルビンに、上質な白さと赤黒いダンディズムさえ感じるコロラータルーフ。落ち着きのある、余裕のある、そしてエレガントな美しさ。こちらを交配したのがこちらです。美しい。ただロメオルビン×リンゼアナやロメオルビン×コロラータとどこが違うのかなんですが、今のところあまり見て取れません。しかし個体差がすごいです。赤く染まるものからコロラータルーフの色を遺伝したものまで、さまざまな個体が生まれました。そしてコロラータ系の交配の大きな特徴でもある、小さなうちは葉が長い、そして成熟してくると葉が短くなるが色濃く出ています。未生から1年半から2年経つ頃に劇的な変化を見せ始めてくれました。交配当初は葉が長くシャープで美しい表情だったんですが、可愛らしく大人っぽく、そしてダンディズムな片鱗を見せ始めてくれています。成長が楽しみなのと、選ぶのが楽しい、そんな交配種です。続いてご紹介するのは、ザラゴーサ×チワワエンシスを親にした交配種です。ちょっとここではザラゴーサ×チワワエンシスをザラチワと呼ばせていただきます。こちらのザラチワなんですが、こちらも種から多肉で交配した苗です。ザラチワでたくさんの美しい交配を作りたかったので、事前に作っていたものです。そしてこちらのザラチワと交配したのはこちら、クスピダータ
サンロベルトです。クスビダータメンチャカではなくサンロベルトを選んでいます。メンチャカもとっても可愛いんですが、クスビダータサンロベルト独特の青白く、そして葉の背中に膨らみがあり、葉の方向性が内向きなところと、ザラチワならではの大きく深い爪を掛け合わせたかったんです。そして生まれてきたのはこちら。どうでしょう、青白くシャープな爪を持ったものからザラチワの血を色濃く引き継ぎ、大きく深く長い爪を持ったもの、さまざまな個体ができました。可愛らしくシャープでスマート。次にご紹介するのはアルバビニ×中里リンゼアナ。数々の優秀な交配種を生み出しているリンゼアナ、そこにアルバビニを交配しました。アルバは透明感を持った色の白いエケベリア、そしてミニマは葉数が多く可愛い爪を持っています。こちらのアルバビニなんですが、交配の遺伝的特徴もとても色濃く出ます。そんなアルバビニにほんのりと赤み、もしくはピンクがかったものが生まれてほしいという思いを乗せて交配したリンゼアナなんですが、生まれてきたのがこちらです。アルバビニがピンク色を持ち、よりエレガントな表情を見せてくれました。めちゃくちゃ可愛らしいあどけないプリンセスではなく、大人の品格を持つ王女様のようです。最後にご紹介するのがエボニー×サラヒメボタンです。サラヒメボタンといえば独特な紅葉と染まりを見せてくれる美しい交配種なんですが、こちら染まるだけではないんです。葉数を増やす、美しく小さく深い爪をもたらせてくれます。そして交配相手に選んだのはエボニーです。そのどれもとても遺伝しやすいです。ツルツルピカピカとした質感ですね。サラヒメボタンが交配種であるため、さまざまな顔違いの個体がたくさん生まれました。それではその魅力あるさまざまな苗たちを見てみましょう。こちらです。こちらは特にサラヒメボタンの特徴がしっかりと出たサラヒメボタン寄りの個体です。夏はほとんど違いがわからないんですが、寒さが深まるにつれサラヒメボタン独特の紅葉をもたらせてくれます。そしてアガボイデス系特有の山形の洗練されたフォルム、美しい。そしてこちら、染まりはやや控えめな個体なんですが、爪が見事です。さらにサラヒメボタン特有の葉数の多さも合わさり、美しく、そしてシャープで可愛らしい。葉型も様々で、アガボイデスの特徴を色濃く受け継いだものは葉がややシャープ、サラヒメボタンの特徴を引き継いだものは葉がキュッと短く、爪先がチュッとなっています。ということで、今回はちょっと小さな自慢になりましたが、やっぱり自分で育てた多肉たち、とても可愛らしく見えます。もちろん皆さんが育てた多肉たちも可愛らしく見えるんですが、皆さんも自信を持って、うちの多肉が一番可愛い、そう思っていいんじゃないでしょうか。次回も引き続き交配苗をたくさん見ていきます。そしてそのどれもがイベントやネットで販売を予定していますので、お楽しみにです。ネットでの販売は年明けになりそうですが、必ずいたしますので。そしてどんどんちゃんと育っています。
多肉たちの魅力が伝わるように頑張ります。皆さんの多肉がきれいに育ちますように。秋の多肉ごと大忙し、そんな時の多肉のお供といえばこちら、じゃん、モンスターエナジー。缶の中に入っているのは飲み物という名のエネルギー、いや、エナジー。それではいただいてみようと思います。モンスターといえばこちらです。開けるところも可愛いですね。いただきます。炭酸の歌声は控えめです。それではシャー。まさにロメオルビン×コロラータルーフ。もう言わなくてもお気づきかと思いますが、爪がシャーですね。